ノバクジョコビッチは、セルビアベオグラード出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス1位、ダブルス114位。ATP ツアーでシングルス85勝、ダブルス1勝。身長188センチメートル、体重77キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。相性はノール。グランドスラムは、 歴代1位体の優勝20回。ダブルキャリアグランドスラム達成者。キャリアゴールデンマスターズ達成者。全豪オープン最多、最多連覇の3連覇、9回優勝。ATP ファイナルズを4連覇含む5回の優勝。ATP マスターズ戦では、歴代最多優勝36回。2011年には、オープン会以降男子6人目となる4大大会3冠、達成。 2015年には、史上初の ATP マスターズ1000年間6勝、2度目の4大大会3冠を達成。男子史上3人目となるグランドスラム4大会連続優勝。世界ランキング1位通算在位は、歴代1位の330週、2014年7月7日から2016年11月6日まで1位に連続在位。 セルビア人初のグランドスラム優勝者で、デビスカップ2010のデビスカップセルビア代表の優勝に貢献。4歳からテニスを始める。ジョコビッチの父親は元プロスキー選手で、優れたサッカー選手でもあり、現在は、セルビア国内で、ピザとクレープのレストランを経営している。ノバクは12歳の時、ドイツミューン県にある、ニキピリッチテニスアカデミーに留学し、2年後、 セルビアに戻った。2003年に16歳でプロ入りし、2004年から男子テニス国別対抗戦、デビスカップセルビアモンテネグロ代表選手になる。2005年から4大大会に出場し始めたジョコビッチは、デビュー戦の全豪オープンでは1回戦で、マラトサフィンに乾杯したが、ウィンブルドンと全米オープンの2大会連続で3回戦に進出した。 全仏オープンベスト8進出をきっかけに、ジョコビッチは急成長を始める。世界ランキング63位のノーシード選手だった、ジョコビッチは、2回戦で、フェルナンド・ゴンサレス、3回戦で、トミー・ハースといった、強豪選手たちを破って勝ち進むと、準々決勝で、昨年の同大会優勝者、ラファエル・ナダルとの対戦中に腰を痛め、6から 4? 6から4と2セットを選出された後で途中棄権を余儀なくされた。この時は、個国セルビア・モンテネグロの分離直前の時期で、ジョコビッチの国籍はセルビア・モンテネグロと記載されている。全仏オープンで8強進出の後、ジョコビッチは、ウィンブルドンでも2回戦で、トミーロ・ブレドを破り、第7シードのマリオ・アンチッチとの4回戦まで進出した。ウィンブルドンの終了直後、 7月中旬に開かれたオランダオープンの決勝でニコラス・マスーを破りツアー初優勝を達成。4大大会で初めてシード、第20シードで挑んだ全米オープンでは3回戦で敗れたものの10月初頭にモゼールオープンでツアー2勝目を挙げた。2007年全豪オープンにてジョコビッチは大躍進を果たす。マイアミマスターズ決勝で フェデラーを下して勝ち上がってきたギレルもカナスを破り、大規模トーナメント群である ATP、マスターズシリーズ初優勝を達成。全仏オープンでは、第6シードに選ばれ、初めて準決勝まで勝ち上がると、同大会で2連覇中だったナダルに5から7、4から6、2から6で敗れたものの、続く第4シードで挑んだウィンブルドンでは、雨天による大会進行の遅延に悩まされながら、 4回戦で、レイトン・ヒュイットと4時間、準々決勝で、マルコス・バグラティスと5時間ものマラソンマッチを戦い抜き、苦しみつつも準決勝まで勝ち上がった。しかし、ナダルとの対戦中に、足の痛みで、途中危険を余儀なくされた。8月第3週のロジャーズカップの準々決勝で、当時世界ランキング3位のアンディ・ロディック、準決勝で、同2位のナダル、決勝で、 1> 同一位のフェデラーを倒し、ATP マスターズシリーズ2勝目を挙げ、シングルスランキングで3位に上昇した。全米オープンで初めて4大大会決勝に進出したが、フェデラーに6から7、6から7、4から6のストレートで敗れて、準優勝に終わった。2008年テニスマスターズカップ優勝全後オープンで、ジョコビッチは準決勝で、フェデラーに7から5、6から3、 7から6のストレート勝ちを収め、フェデラーが2005年ウィンブルドンから続けてきた4、大大会連続決勝進出歴代1位記録を10で止めた。決勝戦では、世界ランキング38位のノーシードから勝ち上がった、ジョーイル・ウィルフリード・ツンガを4から6、6から4、6から3、7から6で破り、20歳8ヶ月でグランドスラム初優勝を達成した。これは、 セルビア出身のテニス選手として最初の4大大会男子シングルス優勝でもある。全豪優勝から半年後、彼は8月の北京五輪で男子シングルスの銅メダリストになった。第3シードのジョコビッチは準決勝でナダルに敗れた後、準決勝敗退選手2名による銅メダル決定戦でジェームズ・ブレイクを6から3、7から6で破り、オリンピックのセルビア代表選手として、 銅メダルを獲得した。2008年度の男子ツアーン関西終戦、テニスマスターズカップでは、決勝で、ニコライ・ダビデンコー6から1、7から5で破って初優勝を決めた。全豪オープンでは、アンディロディックとの準々決勝を7から6、4から6、2から6、1から2で、途中棄権した。全仏オープンでは3回戦で、フィリップ・コール・シュライバーに、 ウィンブルドンでは準々決勝でトミーハースに全米オープンでは準決勝でフェデラーにそれぞれ敗れている。この年4大大会で優勝こそできなかったが全米オープン準決勝でフェデラーと互角に戦う当実力を発揮。急速に対等してきた若手選手たちと共に次世代ナンバーワン候補としてフェデラー、ナダルに今日を目指す位置を確保している。 全豪オープンは準々決勝でゾーンガ二6から7、7から6、6から1、3から6、1から6で敗れたが、大会終了後の2010年2月1日付のランキングで初めて2位を記録した。その後しばらく不本意な成績が続く。全仏オープンでは準々決勝でユルゲン・メルザーに逆転負けを喫し、ウィンブルドンでは準決勝で前の試合で、 フェデラーを破っていたトマーシュ・ベルディハに乾杯を喫した。全米オープンでは、初戦でフルセットを戦うもその後は、順調にストレートで勝ち上がり、準決勝でフェデラーと4年連続となる対戦を実現。5から7、6から1、5から7、6から2、7から5でついに、フェデラーを破り3年ぶりに決勝進出を果たしたが、 雨で1日順延した決勝ではナダルに4から6、7から5、4から6、2から6で敗れた。12月にベオグラードで開催されたフランスとのデビスカップ決勝ではシングルスでジルシモンを6から3、6から1、7から5、ガエルモンフィスを6から2、6から2、6から4で破り、セルビアの初優勝に貢献した。 年末にグルテンアレルギー持ちであることが発覚し、改善に取り組み始め、2011年以降の飛躍につながることになる。2011年全豪オープン、優勝全豪オープンでは準決勝で、フェデラーを7から6、7から5、6から4で破り、決勝に進出、決勝ではマリーに6から4、6から2、6から3で解消し、3年ぶり2度目の優勝を果たした。 これを皮切りにドバイテニス選手権でもフェデラーを破り優勝、さらに BNP パリバオープン、マイアミマスターズの両マスターズも聖覇四年初のハードコートシーズンの成績を24勝0敗とした。クレイシーズンに入っても勢いは止まらず、モンテカルロマスターズこそ欠場したもののまず地元のセルビアオープンで優勝、スペインのマドリードマスターズでも決勝でナダルを破り優勝。 さらに、BNL イタリア国際でも、ナダルを下し、7大会連続の優勝を飾る。全仏オープンでも、順調に勝ち上がったが、準決勝で、フェデラーに敗れ、デビスカップ決勝からの連勝は43、年初からの連勝は41でストップした。ウィンブルドン決勝進出を決めた時点で、それまで1位のナダルを抜き、自身初の世界ランキング1位につくことが確定した。 その決勝戦ではナダルに6から4、6から1、1から6、6から3で解消し初優勝を飾った。さらに、続く、ロジャーズカップにおいて、ナダル、フェデラー、マリーといったトップ4選手が相次いで敗退する中、ガエルモンフィス、ゾンガといった競合に勝利し、決勝では、マーディフィッシュを6から2、3から6、6から4で下し、シーズン9回目の優勝を飾った。 世界ランク1位となってから初めて出場した大会で優勝した選手は1993年のピートサンプラス以来となった。その後、全米オープンへの前哨戦として挑んだシンシナティマスターズでは決勝でマリーと対戦するも準決勝で痛めた右肩痛の影響で第2セットで0から3としたところで途中棄権しシーズン2敗目となった。 全米オープンへの影響を心配する声もあったが、予定通り全米オープンに出場した。右肩痛の影響は見られず順調に勝ち進み、準決勝でフェデラーと対戦。6から7、4から6、6から3、6から2、7から5のフルセットで試合を制した。続く決勝では、前年決勝と同じ相手である、第二シードのナダルに六から二、六から四、六から七。 6から1で前年の雪辱を果たし、全米オープン初優勝を遂げた。また、同一年の4大大会参照は、オープン開校で史上6人目となった。これにより、獲得賞金額が1060万ドルを超え、この時点で、男子ツアーの1シーズンでの歴代獲得賞金額のトップに立ち、最終的には1261万9803ドルまで。 年間獲得賞金額の記録を伸ばした。年間最終ランキング1位。2012年全米オープンにて、全豪オープンでは、決勝で、ナダルを5から7、6から4、6から2、6から7、7から5で破り2年連続3度目の優勝を果たした。試合時間は5時間53分で、全豪最長記録であり、4大大会決勝最長記録となった。 ソニーエリクソンをオープンでは、決勝でマリーをストレートで下しシーズン2勝目を挙げた。続く、モンテカルロマスターズ、BNL イタリア国際ではいずれも、決勝でナダルにストレートで敗れた。全仏オープンでは初めて決勝に進出したが、決勝でナダルに4から6、3から6、6から2、5から7で敗れ4大大,大会4連続優勝を逃した。 ウィンブルドンでは準決勝で優勝したフェデラーに3から 6?6 から 3?4 から 6?3 から6で敗れ1年間守ったランキング1位から陥落した。2012年ドンドンオリンピックの開会式ではセルビア選手団の騎手を務めた。シングルス準決勝で金メダルを獲得したマリーに5から7。5から7で敗れ、銅メダル決定戦でもフアン・マルティンデル・ポトロに5から7。 4から6で敗れ、メダルを逃した。その後のロジャーズカップでは、決勝でリシャールガスケをストレートで下しシーズン3勝目を挙げた。全米オープンでは、決勝でマリーに6から7、5から7、6から2、6から3、2から6の4時間54分の激闘の末、敗れ連覇を逃した。10月開催のチャイナオープンでは、決勝でゾーンガを下し、 その翌週開催の上海マスターズでは、決勝でマリーに5から7、7から6、6から3の逆転で勝利し、2週連続でタイトルを獲得をした。11月5日付のランキングにて、フェデラーが1位から陥落したことにより、約4ヶ月ぶりに世界ランキング1位に復帰すると同時に、2年連続で年間年度末ランキング1位となることが確定した。 ATP ワールドツアーファイナルズでは、ラウンドロビン参戦前勝で準決勝に進出。準決勝でデルポトロを下し、決勝ではフェデラーに7から6、7から5で勝利し4年ぶり2度目の優勝を果たした。年間最終ランキング1位。この年には、日本のアパレル会社、ユニクロと5年間のグローバルブランドアンバサダー契約を締結し、テニスウェアなどの提供を受けるとともに、 ユニクロのテニスウェア開発にも助言、提言を行うようになっている。全豪オープンでは、決勝でマリーを6から7、7から6、6から3、6から2で破り優勝。オープン化後では、初の全豪3連覇を成し遂げた。ドバイテニス選手権では、決勝でトマーシュベルディハを破り2年ぶり4度目の優勝を果たした。北米ハードコートシーズンは、 BNP パリバオープンは準決勝でデルポトロにソニーエリクソンオープンでは4回戦でトミーハースに敗退。その後の欧州クレイコートシーズンはモンテカルロマスターズ決勝でナダルをストレートで破りナダルの9連覇を阻止するとともに大会初優勝を飾った。しかし続くマドリードマスターズでは初戦で若手グリゴールディミトロフに BNL イタリア国際デーも準々決勝でベルディ派に敗退した。全仏オープンでは準決勝で第3シードのナダルに4から6、6から3、1から6、7から6、7から9で4時間37分に及ぶ激戦の末敗退した。続くウィンブルドンでは準決勝でベルポトロとの4時間43分に及ぶフルセットの激戦を制して決勝進出。 決勝では2年連続の決勝進出を果たした、地元勢のマリーに4から6、5から7、4から6で敗退し準優勝に終わった。全米オープン前哨戦のロジャーズカップでは、準決勝でナダルに、シンシナティマスターズでは準々決勝で、地元アメリカのジョン・イスナーに敗退。迎えた全米オープンでは、決勝で前哨戦の好調差を維持していたナダルに2から6、6から3、 4から6、1から6で敗退し準優勝に終わった。10月上旬に行われたチャイナオープン決勝でナダルを破り半年ぶりのツアー優勝を果たすと、その後出場した上海マスターズ、BNP パリバマスターズで連続優勝。ATP ワールドツアーファイナルズでも好調を維持し、決勝でナダルを破り5戦全勝で優勝を飾った。12月18日、 ボリスベッカーがコーチとしてチームに加わることを発表した。2014年ローママスターズにて前後オープンでは準々決勝で大会優勝を果たしたスタニスラス・ワウリンカに6から2、4から6、2から6、6から3、7から9の激戦の末敗退した。これにより4大大会連続ベスト4進出が 14? 大会で止まり昨年の全米オープン後から続いていた。 マッチ連勝も28連勝でストップすることとなった。また、両者は前年の4回戦でも5時間を超える試合を戦っていたが、この試合ではワウリンカの攻撃的なテニスに屈する形となった。2月下旬のドバイテニス選手権では準決勝でフェデラーに敗退。BNP パリバオープンでは決勝でフェデラーに勝利し、シーズン初優勝を果たした。続く、 マイアミマスターズでも決勝でナダルに勝利し、自身2度目の BNP パリはオープンマイアミマスターズ連続優勝を果たした。クレーコートシーズン、モンテカルロマスターズでは準決勝でフェデラーに敗退。BNL イタリア国際では決勝でナダルを破り3度目の優勝を果たした。全仏オープンでも決勝へ進みナダルと対戦するが6から3、5から7。 二から六、四から六で敗退。2012年に続き、またもキャリアグランドスラム達成を阻まれる形となった。ウィンブルドンでは決勝で4時間に及ぶフルセットの激戦の末にフェデラーを下し、3年ぶり二度目の優勝を果たした。その後の北米ハードコートマスターズでは2大会連続で早期敗退を喫した。 全米オープンでは準決勝まで進むものの西コリ K に敗退し、5年ぶりに決勝進出を逃すこととなった。11月開催の BNP パリバマスターズでは、決勝でミロシュラ・オニッチを下し同大会に連覇を達成。同時にマスターズ大会20度目の優勝、またマッチ勝利数も600勝という区切りの勝利となった。ATP ワールドツアーファイナルズでは、 ラウンドロビン3戦全勝で準決勝に進出。準決勝では西堀里慶に6から1、3から6、6から0で勝利し3年連続の決勝に進出。決勝戦は、第2シードのフェデラーが試合前に腰の怪我により危険したため、不戦勝という形で優勝。1987年ワンレンドル以来の大会、3連覇を達成し、2年ぶり3度目の 年間最終ランキング1位で終えた。全豪オープンでは、決勝で、マリーと対戦。二人の四大大会決勝は5度目、全豪では2年ぶり3度目となる。結果は、ジョコビッチがマリーを7から6、6から7、6から3、6から0で破り2年ぶり5度目の優勝。全豪オープンの優勝5回は1960年代に、活躍したロイエマーソンの6度に次いで、史上2位。 1968年のオープン開校では、フェデラー・アンドレアガシの4度を抜き咲いた。グランドスラム23優勝8回は、アンドレアガシ、ジミー・コナーズらに並んで、歴代8位大記録。3月22日 BNP パリバーオープンでは、決勝で、フェデラーを6から3、6から7、6から2で倒し優勝。同大会に連覇4度目の優勝となり、フェデラーの持つ、 最多優勝記録と並んだ。またこの優勝で通算50勝目の優勝となり、自身のコーチであるボリスベッカーを抜いて歴代11位記録となった。マイアミオープンではダビド・フェレール、ジョンイスナー、マリーラを破り大会に連覇5度目の優勝。マスターズ1022個目のタイトルとなる。またインディアンウェルズ・マスターズ、マイアミオープン連続優勝3回は史上最多。 4月13日に発表された世界ランキングで通算142週間世界ランク1位に在位。これは、ナダルの141週を抜いて歴代6位記録。モンテカルロマスターズでは準決勝で、ナダル決勝でトマーシュベルディハを破り2年ぶり2度目の優勝。開幕からマスターズ3大会連続優勝は史上初。またマスターズ優勝23回は、 フェデラーと並び歴代2位記録となった。4月29日、休養のため2年連続でマドリードオープンを欠場することを発表。BNL イタリア国際では、決勝でフェデラーを破り2連覇4度目の優勝。生涯グランドスラムをかけて迎えた全仏オープンでは、準々決勝で5連覇中のナダルに7から5、6から3、6から1で勝利。ナダルに、 全仏で勝利した選手は2009年のロビン、セーデリング以来6年ぶり2人目。準決勝でライバルのマリーをフルセットの末破り、決勝に進出したが、決勝でスタンはウリンカに6から4、4から6、3から6、4から6で破れ2年連続3度目の準優勝。連勝は28でストップし、生涯グランドスラムも達成できなかった。ウィンブルドンでは4回戦で、 ケビン・アンダーソンに苦戦を強いられたものの6から7、6から7、6から1、6から4、7から5のフルセットの激闘を制す。そして決勝では2年連続でフェデラーと対戦し7から6、6から7、6から4、6から3でフェデラーを倒し、2年連続3回目の優勝を飾った。ロジャーズカップでは準々決勝でエルネス・ツグルビスに2本の マッチポイントを握られるなど苦しみながらも決勝に進出。しかしマリーに4から6、6から4、3から6で敗れ、準優勝。今季マスターズで初の敗北を期した。続くシンシナティマスターズでは3回戦でダビド・ゴファンに第3セット0から3の2ブレイクダウンに追い込まれながら6ゲーム練習し、逆転勝ち、準々決勝では全仏の決勝で敗れた。 バウリンカに6から4、6から1で雪辱を果たす、準決勝では、アレクサンドル・ドルゴポロフに4から6、7から6、6から2で逆転勝ちし決勝に進出。シングルスでは、史上初のキャリアゴールデンマスターズがかかった決勝では、フェデラーに6から7、3から6で敗れた。全米オープンでは準決勝で、ディフェンディングチャンピオンのマリンチリッチに6から0、6から1、 6から2で対勝。決勝で、フェデラーに6から4、5から7、6から4、6から4で勝ち4年ぶり2度目の優勝を収めた。この時点でこの年の年間最終1位が確定した。チャイナオープンでは、決勝で、ナダルに6、2、6、2で勝利し4連覇達成。上海マスターズでは準決勝で、マリーに6から1、6から3、決勝でツンガに6に、2、 6-4で勝利し、全試合ストレート勝ちで優勝。BNP パリバマスターズでも、決勝で、マリーに6から2、6から4で勝利し、史上初の大会4勝目、そして、史上初のマスターズ年間6勝目を挙げた。ATP ワールドツアーファイナルズでは、第2戦で、フェデラーに5から7、2から6で敗れ、ラウンドロビンを2位で通過。準決勝で、ナダルに六から三。 6から3で勝利。決勝で、第2戦で敗れたフェデラーに6から3、6から4で勝利し、ツアーファイナル史上初の4連覇を果たした。この年は16大会に出場、15大会で決勝へ進出し、そのうち11大会で優勝、さらに通算成績は82勝6敗と、無双のジョコビッチ時代だった。年間最終ランキング1位。 キャリア GS となる2016年全仏オープンを制覇してトロフィーにキスする乗れカタールオープンでは決勝でナダルに6から1、6から2で勝利し優勝。全豪オープンでは4回戦のジルシモン戦で100本ものアンフォースとエラーを犯すなど苦戦するも6から3、6から7、6から4、4から6、6から3のフルセットで勝利。 準々決勝では西堀里慶に6から3、6から2、6から4で勝利。準決勝ではフェデラーに6から1、6から2、3から6、6から3で勝利し、2年連続6度目の決勝進出。決勝戦ではマリーに6から1、7から5、7から6とストレート勝ちで優勝。2月のドバイテニス選手権2回戦で、キャリア通算700勝を達成。 準々決勝では、目の病気のために危険し、連続決勝進出記録は17で止まった。3月の BNP パリバオープンでは、決勝で、ミロシュラオニッチに6から2、6から0で勝利し、3連覇。この際、男子の試合の方が、多くの観客が集まっているのは明らかで、男子選手へより多くの賞金を出すべきだなどと、発言し波紋を読んだが、後に、 SNS 上で謝罪している。マイアミオープンでも、決勝で西小慶を6から3、6から3で破り、3連覇、大会史上最多タイの6回目の優勝、一時的にマスターズ最多となる28回目の優勝を果たした。4月のモンテカルロマスターズでは、初戦でイジー・ベセリーに4から6、6から2、4から6で破れ、3年ぶりの初戦敗退を喫した。 5月のマドリードオープンには3年ぶりに出場すると、決勝でマリーを破って5年ぶりの優勝。BNL イタリア国際では3回戦で、トマス・ベルッシに第1セットを0から6で取られるなど、苦戦するも0から6、6から3、6から2で勝利。準々決勝はナダルに7から5、7から6と迫られた試合を制した。準決勝は西コリケ3時間1分の、 熱戦を繰り広げ、2から6、6から4、7から6で勝利し、苦しみながらも決勝に進出。しかし決勝で、マリーに3から6、3から6で敗れ、大会3連覇はならなかった。全仏オープンでは4回戦が2日連続で、うてんサスペンデットになるなど、天候に悩まされながらも決勝に進出。マリーとの大一番では、第一セットを失うも、 第2セットからは連続でセットを取り、3から6、6から1、6から2、6から4で勝利。全仏オープン初優勝と同時に、男子では、ラファエル・ナダル以来のキャリアグランドスラムを達成した。また、グランドスラム4大会連続優勝の、ノンカレンダーイヤーグランドスラムも達成。通算獲得賞金が、史上初めて1億ドルを超えた選手となった。ウィンブルドンでは3回戦で、 サムクエリーに6から7、1から6、6から3、7から6で敗れた。ジョコビッチは2009年全仏オープン以来初の準々決勝に上がれず、連続準々決勝進出記録は歴代2位の28、連続準決勝進出記録は歴代2位の14、2015年ウィンブルドンから続く優勝記録も歴代2位タイの4でストップした。ロジャーズカップでは、 決勝で西堀慶を6から3、7から5で破り、4年ぶり4回目、マスターズでは、節目となる30勝目を挙げた。リオ五輪では、シングルス1回戦で、前回のロンドン五輪での3位決定戦で破れた、フアン・マルティンデル・ポトロニ6から7、6から7で破れた。その後左手首の怪我のためシンシナティマスターズを欠場。怪我明けの全米オープンでは2回戦を不戦勝。 三回戦、準々決勝では、相手の途中危険で勝ち上がる。準決勝では、ガエルモンフィスに6から3、6から2、3から6、6から2で勝利し、決勝進出。決勝で、ワウリンカと対戦。7から6、4から6、5から7、3から6で敗れ、連覇と3度目の優勝を逃した。その後、4連覇中のチャイナオープンを欠場。 上海マスターズでも準決勝でロベルト・バウティスター・グートに敗れた。BNP ・パリバ・マスターズでは準々決勝でマリンチ・チリッチに初敗北を喫す。同大会でマリーが決勝に進出し、マリーの1位が確定した。そのため2014年7月以来の世界ランク1位陥落となった。ATP ワールドツアーファイナルズではラウンドロビンを3連勝で突破。 準決勝でも西小利圭を6から1、6から1で圧倒し、5年連続の決勝進出。決勝では、全仏以来のマリーとの対戦で、年間最終1位をかけた戦い、3から6、4から6で敗れた。これにより、年間最終ランキング2位でシーズンを終えることとなった。年初のカタールオープンでは、決勝でマリーに6、3、5、7、6、4で勝利し優勝。 3連覇を目指した全豪オープンでは2回戦で、デニス・イストミーに6から7、7から5、6から2、6から7、4から6で敗戦を喫してしまった。2月のメキシコオープンでは準々決勝で、ニック・キリオスに敗れた。3月の BNP ・パリバオープンではシングルスでは4回戦で、再びキリオスに敗れた。同じセルビアのビクトル・トロイツキと組んだ男子ダブルスでは2回戦で、 世界ランク1、2位のピエール・ユーグエル・ベール、ニコラ・マユグミ25から7、6から1、11から9で勝利。準々決勝で、第6シードのレーベン・クラーセン、ラジーブ・ラム組に敗れた。ムチュア・マドリード・オープンでは、西コリ系の、準々決勝危険により、準決勝に進出、第4シードのラファエル・ナダルとちょうど1年ぶりの対決。結果、2から6。 4から6で敗れたいのだる7連勝を止められた。BNL イタリア国際では、フアン・マルティン・デル・ポトロ、ドミニク・ティームを倒したものの、決勝で20歳の新鋭、アレクサンダー・ズベレフに敗れた。全仏オープンは準々決勝で、ティームに敗れた。ウィンブルドンは準々決勝のトマーシュベルディ派戦で、以前から悩まされていた右肘痛が悪化し、第2セット途中で危険。 その後2017年の残りシーズン欠場を表明した。年間最終ランキングは12位まで下がり、10年以上ぶりにトップ10から陥落した。この年コーチにアンドレアガシを招いており、また引退を表明したラデクステパネクもコーチ陣への参加を発表。ボリスベッカーの解任も合わせ、コーチ陣の一心で巻き返しを図る。全豪オープンで前年夏からの休養から復帰。 二回戦でガエルモンフィスを破り、同一選手との通算成績15勝0敗を記録。三回戦でアルベルトラモスイコールビノラスをストレートで破るが、四回戦で韓国の若手、低減に6の7、5から7、6から7でストレート負けを喫した。右肘の手術で再び一時的な休養に入り、復帰後の BNP パリバオープン、マイアミオープンではダニエル太郎、 ブノアペールで、それぞれ初戦敗退。欧州クレーコートシーズンでも、早期敗退が目立ったものの、後半には、復調が見られる成績となった。BNL イタリア国際では、準々決勝で西コリ系を破り1年ぶりのマスターズ準決勝進出。準決勝では、第1シードラファエル・ナダルとの対戦で、1セット目を、タイブレークに持ち込む激戦としたが、ストレートで敗れた。 第20シードとして出場した全仏オープンでは、第13シードロベルト・バウティスター・グー・トラに勝利し9年連続の、準々決勝進出を成し遂げたもののマルコ・チェッキナートに敗れた。一時、世界ランキング22位まで落ちる。クイーンズクラブ選手権では、ノーシードでの出場となったが、2回戦では、第2シードのグリゴール・ディミトロフを6から4、6から1で、圧倒、決勝で、 マリンチリッチに敗れたものの準優勝。第12シードとして迎えたウィンブルドン選手権では2年連続で準々決勝に進出。第24シード西湖リケ23連勝を成し遂げ2016年全米オープン以来のグランドスラム準決勝に進出。準決勝では世界ランキング1位、第2シードのナダルトの5時間以上にわたる接戦を6から4。 3から6、7から6、3から6、10から8で選手決勝進出。そのまま、世界ランキング8位、第8シードのケビン・アンダーソンを6から2、6から2、7から6のストレートで下し、ウィンブルドに4度目の優勝、グランドスラム13度目の優勝で復活を印象付けた。ウエスタンサザンオープンでは、決勝で、フェデラーを6から4、6から4で下し、 6度目の決勝戦で初優勝を飾る。これにより男子シングルス史上初キャリアゴールデンマスターズを達成した。全米オープンでは第6シードでの出場。順調に勝ち上がり、準決勝では4年前の同大会準決勝で苦敗を舐めさせられた西小利家を6から3、6から4、6から2のストレートで下しリベンジを達成するとともに、 対二木折り戦の連勝を14に伸ばし決勝進出決勝はナダルの危険により勝ち上がったフアンマルティンデルポトロを6から3、7から6、6から3のストレートで下し全米3回目グランドスラム通算14回目の優勝を飾った上海マスターズでは一度もブレークされることなく4度目の優勝を飾った前世紀の強さを取り戻し 強烈なサーブ力も加わり、第2のジョコビッチ時代を予感させる圧倒劇だった。パリマスターズは決勝でカレン・ハチャノフに敗れ準優勝に終わり、連勝は22でストップ。ATP ファイナルズも決勝でアレクサンダーズ・ズベレフに敗れ準優勝だった。3年ぶり5度目の年間最終ランキング1位に輝いた。年始のカタールオープンでは、 ベスト4止まりだったが、前後オープンは順調に勝ち上がり、決勝ではラファエル・ナダルを6から3、6から2、6から3の干渉で下して、大会最多記録となる7度目の制覇を達成した。決勝について自分がプレイしたグランドスラム決勝の中では最高の試合の一つになったと語った。2月には通算4度目のローレウス賞を獲得した。 ムチュア・マドリード・オープンでは、ドミニク・ティームを下して、決勝進出すると、決勝でステファノ・チチパスに勝利して優勝した。BNL ・イタリア国際でも決勝に進んだが、ナダルに敗れて、準優勝に終わった。全仏オープンは、準々決勝で、アレクサンダーズ・ズベレフを破って、ベスト4入りしたが、準決勝で、ティームに2から6、6から3、5から7、7から5、 5から7の中断を挟んだ2日間にわたる戦いの末敗れた。ウィンブルドン選手権は準決勝で2連敗中だったロベルト・バウティスター・グルトに勝利して決勝に進出。決勝ではフェデラー相手に2度のマッチポイントを握られながらも大開発となる最終セット12から12後の大ブレイクを制し7から6、1から6、7から6、4から6、 13から12で2度目の同大会に連覇を成し遂げた。しかし去年初優勝を飾ったウエスタンサザンオープンでは準決勝でダニール・メドベージェフに敗退すると全米オープンの期間中に左肩を痛めてしまう。結果、4回戦のスタンはウリンカ戦4から6、5から7、1から2となったところで途中棄権して連覇はならなかった。 復帰戦として10月のジャパンオープンテニス選手権に初出場すると全試合ストレート勝ちの圧倒的な内容で優勝した。パリマスターズで5度目の制覇をしたが1位の座をナダルに譲った。ATP ファイナルズは1勝2敗のラウンドロビン敗退に終わり最終ランクは2位。年始の ATP カップではナダルやメドベージェフなどを破った。 シングルス6勝とダブルス2勝を上げる単覆で負けなしの活躍を見せセルビアを初代王者に導く。全豪オープンは7セット1の圧巻の内容で決勝進出すると決勝ではドミニクティーム相手にセットカウント1から2から逆転勝ちを収め8度目の優勝を飾った。これにより同一のグランドスラムで8回以上優勝した史上3人目の選手となった。また、 世界一位の座も奪還した。その後は新型コロナウイルス感染症流行の影響でツアーが中断される中、6月に自身主催の事前大会アドリアツアーを故郷のベオグラードからスタートさせた。しかし自身を含む参加者が新型コロナウイルスに感染し大会は中止、批判を浴びた。ツアー再開後の初戦、ウエスタンサザンオープンでは決勝で ミロシュラ・オニッチを下して優勝し、ダブルゴールデンマスターズを記録した。全米オープンでは3回戦まで順調に勝ち進んだが、4回戦でカレーニョブスタと対戦中に第1セットで自身のサーブを5から6でブレイクされた直後に放ったボールが先進に当たり失格となった。ユスタはジョコビッチの本大会での獲得賞金とポイントの取り消しを発表した。 2020年シーズン開始以来の連勝は26でストップ。それでも続く BNL イタリア国際では決勝でディエゴ・シュワルツマンを7から5、6から3で破り5回目の優勝を果たす。9月21日発表の世界ランキングで通算287周目のシングルス1位となり通算286周のピートサンプラスを抜いて歴代単独2位となった。 全仏オープンは4年ぶりの決勝進出もなだるに、敗れ準優勝。ATP ファイナルズはベスト4。また、ピートサンプラスに並ぶ、史上最多タイとなる6度目となる年末1位を確定させている。全後オープン、3回戦で、テイラー・フリッツをフルセットの末振り切るも、腹筋の筋断裂を追ってしまう。それでも、ラオニッチやズベレフ。 準決勝で予選上がりのアスランカラツェフを下して決勝進出。決勝では、昨季の ATP ファイナルズで敗れているダニール・メドベージェフを7から5、6から2、6から2のストレートで破る貫禄の勝利で2度目の3、連覇、9度目の大会制覇を果たした。三月八日付の ATP ランキングで一位の在位期間を通算百十一周に伸ばし、フェデラーが持つ 歴代最長1位在位記録を更新した。2ヶ月休養した後、5月のクレイシーズンのモンテカルロマスターズで復帰したが、3回戦で世界33位のダニエル・エヴァンスに敗れ、今季初黒星を喫する。続く、母国開催のセルビアオープンでは、カラセフにリベンジされ、ここでは外戦優勝ならず、BNL イタリア国際で決勝進出の復調を見せるも、 決勝ではナダルに敗れた。それでも、実定がディレクターを務めるベオグラードオープンでは、地元優勝を飾った。弾みをつけて挑んだ全仏オープンでは、準決勝でナダル相手に3から6、6から3、7から6、6から2で6年ぶりに勝利し、彼に全仏3度目の土をつけて2年連続の決勝進出。決勝では、ステファノス・チチパスと対戦し、6から7、 2から6、6から3、6から2、6から4の大逆転で下し、全仏に正面にして52年ぶりのダブルグランドスラムを成し遂げた。コート後方でのプレーが重点的なディフェンシブベースライナーだが、オールラウンドにプレーもできる。深く鋭いグランドストローク、高い精度で広く打てるバックハンドが武器。また、非常に高い守備力を持つことで知られ、優れた敏捷性で、 長いリーチを生かして広くコートをカバーし、ウィナーを打ち込む。体に柔軟性があり、一歩遠くのショットや無理な体勢でも正確に打ち込め、左右に振られてもすぐに切り返すことができる。状況に応じて、ポジショニングやショットのスピード、回転を的確に変化させラリーを優位に運んで、試合展開を自分のものにする。サービスリターンも強力でエースを取らせない。 守備力と相手にプレッシャーをかける強打を武器とする。ジョン・マッケンローもジョコビッチは歴代でも非常に優れたリターナーだと称賛している。フラットスライスキックサーブも強力でドロップショットもうまく非常に高いレベルでバランスの取れたプレイヤーである。ストローク戦に自信を持ち、隙のない防御、脅威のカウンターに加え、長丁場での勝負強さは群を抜く。 上ョや有名選手のモノマネなど試合内外かかわらずパフォーマンスを行うことが知られている。ウィンブルドンでは優勝した際に芝を食べるのが恒例となっている。セリアック病を患っており、以前は試合中に突如体調が悪化するなどして苦しめられていた。しかし2010年にグルテンフリーの食事を取り入れると大幅に改善され、2011年の大躍進につながった。 このことを記した書籍、ジョコビッチの生まれ変わる食事から、あなたの人生を激変させる14日間プログラムマイナスは、話題を呼び、クルテンフリーは、世界中で有名になった。また、同書の中で、キネシオロジーの筋肉反射テストを受けたことが、クルテンが、自分の体に合わないことに気づいた、最初のきっかけだった、と明かしている。この時の経験から、スピリチュアルや、 代替医療にも関心が高くたびたびこれらに言及している。事前事業にも取り組んでおり2007年に恵まれない地域社会の子どもたちが安全に育つことができることの補助を目的としたノバク・ジョコビッチ財団を設立した。2010年に財団は世界銀行と協力してセルビアの幼児教育を推進した。また2015年には ユニセフ親善大使に任命された。高校時代に出会ったエレナ・リスティッチと8年以上の交際期間を経て2014年4月に結婚した。これまでに西が誕生している。弟のマルコ・ジョコビッチとジョルジェ・ジョコビッチもプロテニス選手であり、ダブルスを組むこともある。マスターズ戦その他記録 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2011年全仏準々決勝の不戦勝は通算成績に含まない。2020年全米4回戦は先進に対する危険行為による失格勝分。ありがとうございます。